こんにちは、ふたつきです。今回は手芸ではなくて時々質問をいただく撮影ボックスを作ってみたいと思います。こちらは今まで使っていた撮影ボックスです。この中で撮影すると余計なものが映らなくて撮影したものが見えやすくなります。お菓子の段ボール箱で作りました。手元に影ができないように両側からライトを当てています。その光が柔らかくなるように両面にトレーシングペーパーが貼ってあります。背景は厚紙を斜めに貼っています。当時の制作費はだいたい400円くらいでした。1年以上使っていたら角が破れてきてボロボロになってきました。そこでこの動画で新しい撮影ボックスを作ってみたいと思います。材料はこちら、ダイソーで購入できるものを使って作ります。組み立てラックシリーズのフリーマルチパネルです。プラスチック製の板が貼ってあって光が柔らかくなる効果があります。これを2枚使って左右の壁にします。 54.5×33cm のワイヤーネットです。これは150円しました。これを背面の壁にします。厚口の模造紙です。これは背景の壁紙になります。この厚紙はワイヤーネットと幅が全く同じサイズになっています。材料をつなげるために結束バンドとダブルクリップ2個を使います。では作ってみます。フリーマルチパネルとワイヤーネットを結束バンドでつなぎます。ワイヤーネットの短い辺にマルチパネルがつながるようにします。上下2箇所を結束バンドで巻いて留めます。きっちり留めるよりもほんの少し余裕があった方が使いやすいです。余った結束バンドはハサミでカットしておきます。ワイヤーネットの反対側にもう1枚マルチパネルをつなぎます。ワイヤーネットの方が短いのでマルチパネルが飛び出すような形になります。これでコの字型の壁ができました。ワイヤーネットに厚紙を貼ります。厚紙の上部をダブルクリップでワイヤーネットに留めます。留めたら撮影を実際にする場所に移動します。撮影する場所で厚紙の長さを調節します。厚紙の奥側が少しカーブするくらいの長さにします。厚紙の長さが決まったら紙を折り曲げます。折り曲げた部分をカッターで切ります。切れたら厚紙をマスキングテープで机に固定します。机にマスキングテープを貼れない場合は下に大きめのボール紙を敷いてください。これで完成です。カメラの向きを調節してライトをつけます。撮影対象を置いてさらにカメラを調節してみます。カメラのピントを合わせるとこうなります。余計なものが映らないのではっきり見えます。左右から光を当てられるので影もできにくいです。使用しているライトは普
通の勉強机で使っていたものです。左右が同じ明るさならどんなライトでも大丈夫です。電気屋さんだと1000円くらいの安いものでも使えるスタンドライトがあります。作業中に模造紙が汚れてしまった場合は別の模様紙に貼り替えて使うこともできます。今度のボックスは折りたたんで収納できる作りにしました。撮影が終わったらマスキングテープとダブルクリップを外します。模造紙はくるくる丸めて保管します。壁は結束バンドでつないだだけなので折りたたむことができます。折りたたんだワイヤーネットは大きなダブルクリップで留めておきました。この状態だと薄くて収納しやすいです。このボックスは横幅が54センチもあって、ボックスに手を入れて作業するときにもぶつかったりせずやりやすいです。ある程度のサイズのものが入るので、メルカリやヤフオクなんかを利用される方でも撮影に使えるんじゃないかなと思います。小物をインスタ映えするような写真が撮りたい時にも利用できます。材料費はボックスだけだと700円程度でできますので、よかったらやってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。